You're listening to Shibuya Cross FM。 どうもこんにちは、ひなきょんワンパックラジオ、イエーイ、始まりました。こんにちは。限定で手を振らせていただいております。ありがとうございます。嬉しいじゃないですか。はい、あ、僕のお客様 も、ね、ありがとうございます。こんにちは、皆さん、もっと前に来てくれた、はい、ヘロー、ヘロー、近くで見てください、はい、このラジオはですね、私ピン芸人の日向とラフレクラのキョンの仲良しラジオでございます。はい、もう本当にあのノンストレスの、ラジオでございますからね、皆さんのお耳の恋人になるようにありがとうございます。お話しさせていただければと思います。今日もね、この渋谷のシダックスの中にあります、はいはい、サテライトスタジオからお送りしますが、これ結構ね、本当に見に来たいっていう方結構多いんですけど、うん、やっぱこの金曜日のこのお昼でなかなか来れないんですよ、ね、もうまさに学校とかね、仕事とか、ね、お昼休みでもないから。いや、この間あの特番、うんうんうん、あの一発やらせていただいたじゃないですか、うん、このレギュラー放送、はいはいはい、この時やっぱ春休みだったからね。そうなんです、結構多いんですけれどもね、うん、ぜひまた皆さん足を運んでいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。そう、日向さん、そうだ、久しぶりな感じというか、はい、1週間空いたんだよね。吉本坂とかではね、お会いしたことあると思うんですけれども、うん、この間休んで村淳さん、そうよ、代理で、はい、EXIT がゲストの時ね、そう、もう本当にもう何も役に立たなかったです。正直村淳、申し訳ないけど村淳何してんの。僕がそっちの席に座ってカンペとか見て、あ、なるほどね、で村淳さんとか結構 EXIT とかに話振ってほしかったんですけど、俺がまさかのガン回し。初めてよ、ガン回し。3人のチャラ男、3人とも EXIT だったから。全然喋んなくて、村淳さんも、ああ、そうか、で、まあ、俺は昔からイケメンだからねみたいなことしか言わなくて、本当にすみません、携帯ちょっとピロリンじゃないよ。ラジオで絶対ダメだよ。はい、すみません。いろいろありましたね、でもね。いや、そう、まあゴールデンウィークはね、あの放送なかったからあれですけれども、はい、私たちはだから沖縄行ったりしましたよね。あー、沖縄ね、沖縄国際映画祭で初めてですね。え、沖縄国際映画祭でちょこちょこ行かせていただくんですけれども、うん、あの吉本坂で、あのステージでね、うん、あのセカンドシングルを披露させていただきました、ね、どうでしたか、ひなさん。いや、もうめちゃめちゃ楽しかった。まあね、ちょっと私たちが行った日がちょっと曇りで雨やったやんか。そうなのよ。だからね、もうそれが青空を見たかった、本当に。やっぱ沖縄の雨、これね、毎年ね、沖縄国際映画祭の時って雨なんですよ、うん、あ、そうなんだ。そう、僕らあの意外や意外に、その意外や意外に意外や意外に、まだこのね、まだその全国区ではないですけども、うん、そのちょこちょこ沖縄行かせていただく機会が多くて、うんうん、あの去年なんか沖縄ついて大雨で現地行って中止になってすぐ帰ってきました。もう何にもなしに。無駄、めちゃくちゃ無駄でしたよね。はい、時間もお金も。いや、時間もお金も。それじゃあ今年はまだ雨降ってたけど楽しめたってこと？いや、まあ楽しめましたけども、やっぱそのファーストシングルで、はいはいはい、まあ吉本坂のファーストシングルで、はい、あの生でダンスを見てくれた人は知ってると思うんですけど、うん、日向さんと俺が抱き合うシーンあるじゃないですか。はいはい、ありますね。僕あれ、あそこ一番正直申し訳ないですけど集中させてもらってるんで。 ありがとうございます。日向という人間を、はい、ちょっと日向さんのファンには申し訳、ごめんなさいなんだけど。申し訳ないんですけど、はい、あそこ結構感動的というか、僕の中で感動で一瞬なんですけどね、あれはグッというシーンなんですけど、はい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 、やっぱあそこでちょっと調子乗って大ゴケするっていう。雨でね、ステージがツルツルやって、うん、でも気づいたらキョンがあの亀みたいなお腹で回ってたの。シャーみたいな。あれすごかったよね。すごかった、本当にびっくりだったよね。でも後から見たらみんな滑ってる、ね、いや、そう、てっちゃんこけて、ひなつさんもこけてなかった、うん、私もアクロバットでちょっとだけ膝ついて、うん、私あの、うん、セカンドシングルの衣装で回ったから、なんかスカートがこう頭にかぶっちゃってる、なんか前見えないみたいな。いや、もう中に履いてるからうわいいねんけど、最悪最悪とか言わんといて。こっち前見えへんようになってるから。でも吉本坂で、うん、まあ、ありがたい話、こうやって出させていただいて、うん、吉本坂のメンバーで打ち上げとか行ったじゃないですか。行った行った。僕はみんなで、ね、ありがたいことにね、うん、これ日向さんが知らない話があって、はい、その次の日も僕ラフレクランで仕事だったんですよ。あ、そうなんだ。すごいありがたいなと思って、うん、で夕方から仕事だったんですけど、せっかくだからちょっと沖縄堪能したいと思って友達と普通にタコス食べて、うん、でせっかくだから海も眺めてないから海行こうと思ったんですよ。で波の上のステージだったじゃないですか、うん、でそれ以外で波の上のビーチってのがあって、うんうん、それは一般用のお客さん
が入るところなんですけど、そこせっかくだからちょっと芸人がせっかくだからいないところがいいなと思って、うん、そこ行ったんですよ。で海パシャーって入って、であの足に砂ついたからシャワールーム行って、うん、でそのシャワールームが3分100円だったんですよ、うん、でこっからサコッシュに財布入れてね、3分100円だからチャリンって入れて足から綺麗に洗ってさあ行こうってなって、であの近くに神社があったんですよ、ね、あせっかくだから沖縄で神社でお見舞いすることないなと思ったから、うん、神社ねここでちょっと手を合わせようかなと思って、うん、お賽銭箱にお金を入れようと瞬間僕のサコッシュに財布がなかったのよ、うん、ね、でそこまではグループラインで大当てだったじゃないですか、うん、でサコうわ財布ないってなって、もう結局今も現状見つかってないんですけども、はい、シャワールームの棚があって棚に置いちゃったのよ、うん、でそれで気づいてパッと戻った時にはもうなかった、なかった。でも事務局に行ってね、いやここはもうダメですよ、もう片方のサンダルだったり汚い T シャツだったりもう持ってかれちゃうんだから、お財布なんてビッグボーナスですよって言ってなんこいつなんこいつと思ってふざけんじゃねえよこっち慌ててんのにさと思ったんですけども、次の現場に行ってデニスさんとアインシュタインさんと僕らが3組が、うん、あの営業だったんですよ、うん、でこうやってみんなに話してさ、稲田さんとかにさこうやって話して、うん、マジ最悪やんこの沖縄のこのゆったりしてる空間で、うわかわいそうにみたいな感じで言って、で相方とかもうこうやってなんかもう笑うの我慢して、もう俺の不幸とか大好きだからちょっと前とか言ってもうめちゃくちゃ我慢してたのよ。で普通にタバコみんなで外で吸ってて、うん、でそれで楽屋に僕タバコがなかったから新しい箱取りに行こうよと思って、うん、で稲田さんもなんかついてきたんですよ、うん、別に意識はなくなんか用事あるのかなと思って、うん、でタバコ新しいの取ろうとしてまた喫煙所みんな外に行こうとしたら、稲田さんがキャン、はい、え3万円え3万円嘘でしょ、やばっ、ポッて俺の目の前に出して、いやもう皆さんもうそういうつもりで言ったんじゃないですよ、もうこれは申し訳なさすぎるのでやめてくださいみたいな。でも皆さんめちゃくちゃ人がかっこよくて、いやもうお金外に出したら天下の回り物だからもうしまへんけどこれどうするみたいなもうふっさふさ髪髪ふっさふさ、もうそん時の俺から見た稲田さんは顎全然出てない、もう全然もう出荷もうゆずるさんそんくらいゆずるさんだったかもしれないぐらいめちゃくちゃイケメンに見えてかっこいい。いや普通だったら、うん、これ普通だったらですよ、うん、普通っていうのはおかしいですけど、普通だったら1万円とか、はいはいはい、まあ、返せる時に返してっていうのは、うん、普通、うん、稲田さん3万ポッと渡して、まあ、返せ返さないっていうことじゃなくて、キョンがもっともっと立派になってちゃんとした給料をもらえるようになったらお前のタイミングで返してくれてもええし返さなくてもええからなと。かっけーねえ、ね、皆さんどうですかこのエピソードそうすごい広い場所でやってるみたいな。結構だこれ話は、うん、もう俺ちょっと感動しすぎて感動もう自分のトークライブだったり違う配信だったり、うん、いろんな電波を使って話してます。うわもう稲田さんのもこの良さを伝えたい、うん、でそれをもしさ例えば稲田さんがそうやって喋ってほしいからやってたとしても普通そんなできないもんね。できないよ、うん、本当にいやもうかっこよすぎてかっけーそういうね兄さん姉さんになりたい。はい、あじゃあこのエピソードを踏まえてひなさんじゃあ。わーでかいでかい3万でかいでかい無理ですか。無理です、すいません無理ですか。アインシュタインさんみたいな賞取ってないんで。いやこれもうすごくかっこよくてすごいね。これはもういろんなところに僕はこの稲田さんのかっこよさを広めたいと思いました、ね、だからみんなにね今聞いてるみんなにもいろんなところで広めてもらって、ぜひ皆さん SNS でつぶやいてください。本当に聞こえてますか、ね、声稲田さんは心あれ声聞こえてる聞こえてる。ちょっとえ嘘だ。あちょっと待ってくださいねって言って。なんで音量、ま、前まで聞こえるよね。これ聞こえます。もうあちょっとえこの窓からうっすら出るこの声しか聞こえてないじゃない。えマジ聞こえてる。あオッケー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 。あじゃあ全然聞こえてなかったんかい。今のエピソードめっちゃ良かったのに。頼むよ一から話そうか。もう一回。いやいいですいいですいいです。もう一回って言っちゃってんだもんね、さすがにね。アインシュタインの稲田さんがかっこいいって話。そう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 、アインシュタインの稲田さんがかっこいいって話。財布をなくしたキョンに3万円くれたっていう話ですよね。そう簡単に言うとね。簡単に言うとだから本当にもう気をつけようと思って。いやそうだよ本当に、まあ、自分の責任でもあるからね置いちゃった、うん、バカだよね。後ろポケットに入れて後ろポケットに普段入れてたから、うん、あこれはなくすと思ってサコッシュにこうやって入れて常に目の前に財布があるようにしたんだけど。いやそうだよ、なんで棚に置いちゃったかな。でもニックンにさこの間幕張のね、うん、アウトレットレッドのメンバーで一緒に行った時さ、あ楽しかったね。ニックンに財布買ってもらってたじゃん。いやクレヨンしんちゃんのやつだよ。えクレヨンしんちゃんの今あるからバッグ置いてきちゃったねえ
ガチャガチャでさ、ガチャガチャの、うわこれかわいいとか言って、アクション仮面のやつでしょ。そう、キョンが欲しいってやつ引いてくれたじゃん。いやそうだったけどいやでも嬉しかったけどね、うん、あれも一応なんかで使うようにはしますけど、うん、使ってもっといいのなんか欲しかったな甘えん坊だけど。ということでちょっとね、いつものコーナーも少しだけやりましょうか。いつもの子出た、はい、ひなちゃんといえばこのコーナー。そうなんです、早速このコーナーに参りたいと思います。はい、ひなきょん今日の子でーす。よいしょー。さあということでこちらのラジオはですね、頭からつま先まで見えるので、はい、ちゃんと今日着てきたお洋服を紹介しようっていうシンプルなコーナーでございます。素晴らしい、これひなちゃんにはもってこいの洋服。ありがとうございます。さあもうほんと洋服のもう洋服だもんねひなちゃんってもう。いや違うんですよ、はい、肌でできて、いやもう洋服布でできてないんですけれども。本当に俺同じ服見たことないよひなちゃんの。いやそうだね、同じコーディネートは一切してない。ここそれって、これってすごいことじゃない。女子どうなの。どうなの、でも女子もね結構、女子は服持ってる方やけど、なんかあれ女の子の洋服って、うん、なんかたまになんかルミネとかその丸いとかなんかそういうとこ通った時に結構あるじゃないですか、うん、結構安いっすよね。安いね、男の子よりも種類多いし、多いっすよね、うん、だからいいな、だからっていうのもある、ね、なるほどね、はい。じゃあちょっとせっかくだから、じゃあ僕どうします、はい、あじゃあ見てもらっていいですか。はい、もちろんです。いや今日そんな自信ないよ今日。あどう、ブラックでちょっと決めて、はい、向こうも向いてみてください。ちょっとブラックでいいか、ちょっと太めのワイドパンツに、うん、ちょっとこれはね、あの淡い系の、はいはいはい、ちょっとあの霞んでるようなグレーにさせていただいて、はい、まあいつでもカジュアルモフといったところ。カジュアルモフ、ダメですよそれで言ったら。カジュモフで、カジュモフ聞いたことないです、はい、いつでもこう出向いけるように、はい、いつでもこうやっていけたら。いや、ダメです。ひなちゃんの格好だったらいけないから。あ、まあね、はい。結構僕はもう意外とモノトーンを好きなんで、うん、だよね、なんか着てるよね、派手な色からモノトーンまで。派手な色からモノトーンまで結構老若男女が愛されてるそうなんです。はい、老若男女の使い方合ってるかな。今日はちょっとセットアップ気味の、はい、かわいい、めっちゃいいやん、プニューズのね。ああそう、狭いのに怪我しないでください。ああそう、すごいいっぱいね、マイク見てくださいねえ、永遠なんだけど、ねはい、今のはなしにしといてください。はい、すいません。どうですか、なちょっとじゃあひなちゃんこれさ、毎回もしさこういうコーナーやるんだったらさ、うん、ちょっと点数つけてくださいよ、せっかくだから。オッケー、今日じゃあデートにしようかな。デートで、彼氏が来てきた、え、89。おお、89点中満点。あ、違う、アホなん違う喜んで100点満点で89点89、めっちゃいいと思う。あ、本当ですか。うん、やっぱそのカジュアルでなんですか、シンプルやけどなんかどこにでも動きやすそうやし、はいはいはい、でもちょっとフォーマル感もあるし、あと時計が輝いてるし。あ、なるほど、時計をちょっと見せた方がいいんですよね。そうそうそう、品が出るから。品なんで、品なんで、ダセーな、はい、それ品が出るからいいんじゃないですか。まあその靴が違かったらまだ印象変わってくるかもしれないですけど。あ、靴が違う、ちょっとローファーっぽい靴でも可愛かったかも、白ソックスに。あ、なるほどね、うん、でもそのスニーカーでもね、まあ悪くはない。おー、なるほど、はい、の89。だスニーカーをちょっと変えれば、うん、ちょっと100点にもっと近づくってことですか。かもしれないですね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、89は結構高得点なんじゃない今日。なんじゃない。ちょっとこれ見てよ皆さん、好きなのよ。何このカーテンの2枚目みたいな。いや、カーテンの2枚目着てない。これカーテンの手前の2枚目じゃないの。違います。何この格好。いや、わかんないのよ私も、もうもはや。いや、すごいね。それ、下に着てるの、下に着てる入る、そのロングビブスですか。ロングビブス。ビブスでしょ。違います。これ、まあ、スケ素材の長袖のデザイナーズブランドなんですね。すごい。そうなんです。ね、日向さんってその総額いくらぐらいなんですか、それ。これ、いくらするんだろう。でも、これが一番高いの。え、これ、まあ、定価が1万2000ぐらい。え、で、展示会で買ったから6000円ぐらいだけど。1万2000すんの。ロンティね。高いね。高いよね。でもこれはめっちゃ安いし、これもそれ。よくあれじゃないの、あの実家とかにさ、うん、あの夕食にあの虫来ない、こういう違います、こういう虫来ないやつの守るやつじゃないの。うわ、晩ご飯ありがとう。うわ、これ明日着ていこうかなって。違うんじゃない、リメイクしたんじゃなくて。違いますよ、おしゃれですから。うわ、すごい。そう、ラーメンのシューズとね。うわ、
かわいい。ありがとうございます。なんかその一癖も二癖も加えるよね。 そうだね。そのネックレスとか何それ。今流行ってるじゃん、うねうねネックレスね。これ流行ってる。あ、そうなんですか。流行ってる。ちょっと誰もうなずいてなかった。誰も賛同得てないんだけど。インスタとかですごいね、よく見るうねうねネックレスね。へえ。じゃあ意外とまだこのうねうねネックレス流行ってるってのを意外と知らない方もいらっしゃるから、ぜひもうあの今日買って帰ってください。日向さんのインスタとかさ、もうほんとファッショナブルだからさ。そう、服しか載せてないからさ。かわいいね。いやどういう意味。すごい。ありがとうございます。さあ2人のコーディネートはこんな感じで、それではここで一曲聴いていただきたいと思います。はい、こがけんで死亡フラグ。あ、大好き。聴いていただきました、こがけんで死亡フラグでございました。いい曲ですね。こがけんさんの曲もそうですが、ナルシー、私が入ってるナルシーっていうグループですね。そしてアマグリカンパニー、今日が入ってるグループですけれども、はい、こちらなどに関する曲の情報はすべてラフピーミュージックアプリに掲載しています。なるほど。はい、そのラフ&ピースミュージックとは、僕たちが所属する吉本興業から生み出されてきた歌ネタ、リズムネタ、芸人ソングなど吉本関連の楽曲の総称です。はい、昔懐かしいヒット曲から最新の曲まで次々と新しいコンテンツを追加していきますので、うん、ぜひアプリをダウンロードしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあちょっと今ね、観覧もね、来てくれたってるんですけれども。嬉しいね。なんか変な人がいるんですけれども。何ですか。ああ、顔の幅狭い人が来てる。あれ、なんかあれあれ、あ、なんかヒント、ヒント。あ、これもしかしたら歯強い人かもしれない。歯強い人だ。あは聞こえてないんだよな。残念ながらそっち側にしか聞こえてないんだよな。早く来てくださいよ。さあいいから早く。ああ、もうこれも癖と言ったらこの人じゃないですか。はい、癖と言ったらこの人、日本一チャンピオンじゃないですか、もう。癖選手権の。まずいことになっちゃうよ、ちゃんと。怖いよ。大丈夫かな。さあ、うわあ、怖いよ。さあ、岩さんが出てくれました。本日のゲストです、リーゴことプラスマイナス岩橋さんです。どうもー、リーゴでーす。リーゴリーゴって何ですか。リーゴこと、リーゴこと岩橋さんですから。そうなんですよ。あのね、はい、リーゴというアーティスト活動をしてまして、はいはいはい、本当に僕自分で頭おかしいなと思うのが、この吉本坂46のメンバーのラジオに、はい、このね、吉本坂46のスイートモンスターのセンターをやらせていただいてる人間が、いや、そうですよ、来て第一声がリーゴですって、これ頭おかしいじゃないですか。絶対吉本坂の話をせなあかんのに。いや、そうですよ、リリースしたばっかりなんですから。でももうさすが吉本ですから、僕ね、はい、この活動するときと吉本坂の活動かぶってたから、はい、これちょっと大丈夫なんですかねって言ったんですよ、はい、あ、じゃあもう全然問題ないですということで。同時進行ということで。いいこと。うん、わ、すごい。いや、でもスイートモンスター時間ありますから、なんぼでもできますよ、こういう活動は。いや、そんなことないですよ。これ気になったんですけど、はい、このリーゴ声でかい。なんか若手、なんで若手、あ、リーゴとしては若手だ。リーゴとしては、そうか。 NSC の時以来やから、そのブースの外で立たされたのは。そうですか。 NSC のお出かけ、 NSC っていうところ、はい、はい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 、初めての仕事の時以来やったから。ありましたね。初心を忘れて。当たり前じゃないですか。楽しいですよ。これ一個疑問がする、なんでリーゴっていうんですか。なんかね、プラスマイナス岩橋って言って活動で、はい、してもなんかこうちょっとベタじゃないですか。だからちょっと違う面というか。なるほど、アーティストの面を。名前を考えようと思ってね。でもういろいろ考えた結果、うん、うん、ほんまはもうあのポンピングエイプみたいなかっこいい名前で。ああ、ポンピングエイプの岩橋ですみたいなこと言おうとしたら、はい、ちょっと、はい、いいじゃないですか。かっこいいやろ。でもなんかポンピングエイプね、なんかちょっと、うん、飛び跳ねる猿みたいなさ、はいはいはい、ちょっとマネージャーがちょっと狙いに行き過ぎてませんみたいな。かっこつけて、ちょっと笑えもしないですみたいなのだったんで、はいはいはい、ちょっといろいろ考えた結果、まあゴリラゴリラって言われるんで、ゴリリーゴ、リーゴ、ね、でリーゴ、なるほどね。そう、ゴリラの反対でリーゴ。そう、そういうことになりました、うん、ということで。なるほどね、岩さん歌お上手ですし、いやいや、好きなだけ。岩さんめちゃくちゃうまい。好きなだけ。なら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 。あ、新しいやつだ。これ最初のやつですね。はい、好きなだけですね。現在地のね、はい、今もう重きの音外しました。すいません、
ご機嫌な仕事してんな、ほんま。いや、そうなんですよ。これ3人の共通点がね、そうですよ。やっぱ吉本坂46ですよ。ありがとうございますね。嬉しい。これからどん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 やっていこうってやつですけど、 CD 発売になったばっかりやもんね、はい、そうですよ、セカンドシングル、今夜はええやん。もうさっき渋谷の僕、はい、あのタワーレコード行ってきましたけど、はい、もうね、もうレッドの、はい、あのポストカード売り切れましたってなってる。ツタヤもそうなんですよ。おえレッドの CD がね、売ってないんですよ、どこにも。マジで、はい、すごくないですか。なんかその今日ね、その道頓堀でイベントがあるんですよ。あ、はいはいはい。でサイン会はその CD 持ってきてくれたらサインしますよってやつなんですけど、なるほどなるほど。それまでに CD 持っていきたいのに CD 売ってない。もう売り、もう売り切れてきてるってことですか。はい、そういうことか。そう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 、みんなだから買い占めてそれにサインしてほしいから。そう。あー、だからないのか。順番に在庫出していくじゃないですか。ちょっとすごい。ポップモンスターちゃうわ、どこ、何やったっけ。スイートモンスター。スイートモンスターでしょ。スイートモンスターなんてもうすでにさ、はい、こう店のこう置いてくれてる枚数がすでに少なくて、はい、ほんでもう売り切れてるんかなと思って聞くと、はい、いくらでもありますということを言われます。いくらでもあるけどもこのフェイスの数なんですという。なるほど、ね、でもあれですもんね、言ったら通常版ですからね。そう、一番買いやすいじゃないですか。そう、そうなの、はい、500円安いから、だから数は多いっていうんじゃないですか。確かにね、みんなが手に取りやすい。ただ CC5 も聞きたいよ。いやそうか、イケメンユニットも、イケメンユニットね、イケメンユニットの曲めっちゃいいっすよね。めっちゃ可愛い、ね、面白いやん、あれ。おもろい、イケメン岸田もタタタみたいなね。いやマジでもう代表曲みたいな、なんかほんまにすごい曲って感じするね、はい、マジでザ・イケメンたちの曲みたいな。いや、ほんとちょっと刀剣乱舞みたいなね。すごいっすよね、キャラクターみたいな。でまたあの追っかけてなんかなんかリリック PV みたいなの出たやん。はいはいはい、出ました、ね、出ました。あれもまたかっこよく仕上がってる。いい、本人たちのカロリーゼロでもこうやってスタッフがね、はい、文字がね、シャーンシャーンみたいな、かっこいい。いやでもそれで言ったら現在地のね PV も良かったです。私レコーディング PV めっちゃ好きなんですよ。あ、そうなん、はい、かっこいい、めっちゃかっこいい現在地の曲も。いやでもあれ松浦なんて今日カメラ回すってそれが PV になる可能性がある、 MV になる可能性聞かされてなかったから、はい、それやっぱ女の子がちゃんとしたいやん、服とか。割とね俺からしたら十分おしゃれやってんけど、はいはいはい、なんかまあその、まあ、2軍3軍の服で着てたかもしれないやん、うん、めっちゃ機嫌悪かったもん、もう。言っといてよみたいな。松浦歌ってるとこ見てみて、こう口全然動いてないから、もうなんかちょっともうずっとなんでカメラ回してんねんみたいな。いやでももうね、はい、すごいすごいよ、レッドの MV。 いやいやいや、見ました、みんなさ、レッドのね、はい、レッド見てくれてますか、はい、PV めちゃくちゃかっこいい。あれ時間どれぐらいかかったんですか、あれは。 PV 自体ですか。うん、撮影もう朝からでしたよね。はい、もう本当に朝早すぎて、もう正直前乗りして、みんなホテル泊まって、はい、でちょっとバー当りも夜しといてから、はあ、ホテル泊まって。すごいな。なんか確かホテルのロビーに4時集合みたいな感じだったんで。4時もう、はい、意味わかんないです。ちょっとだけ寝てみたいな。だってその晩は1時2時ぐらいまで稽古して、うん、ほんとちょっとホテルで休んで、うん、もうすぐ集合です。でそっからもうぐわーってもう、そう、もうずーっと何テイクも撮るわけ。レッドのミュージックビデオってこう回転版回転版やねやったんですよ、うん、であの上で全部で何シーンだったかな、8シーンぐらい。はー、なんで毎回セットを全部変えなきゃいけないんですよ。あ、ジャングルのシーンが終わったら全部ジャングル、あの上のやつを変えていってるわけ、はい、全部片付けて次カフェにして片付けて、待ち時間あるやん結構。そうなんです、だからめっちゃ長いです。はー、だからそう休憩はできるけど、うん、スタッフさんがもうヘトヘトですね。めちゃくちゃかっこいい。あの女の子ばっかりが一列並んでバラバラまくるの、あ、大好き、あのシーン。俺あそこばっかり見てんねん。あ、僕もなあそこかん、今夜のバラを覚えてす、ね、バラ握って踊ってね。その吉本坂の放送の中でも言いましたけど、はい、ほんま富士カラーの CM みたいな。いやいや、めちゃくちゃ綺麗な鮮やかな赤、鮮やかな赤、本当にそう、めちゃくちゃ綺麗だった。いや、いいのよ。でもかっこいいな。すごい、僕日向さんとかは元から結構ダンス習ってたってことじゃないですけど、うん、ダンス上手いんですよ。いや、もともと素質すごいもんな。素質がめちゃくちゃある。で僕は本当に吉本坂きっかけで本気でこんなダンスをすることになって、うん、もう、あ、そうなん、本当ついてくので必死です。初対面なん、もう初めまして、ダンス初対面。ダンス初対面、初対面です。はい、でもやっぱ本当練習を練習を重ねて、もうPV までに絶対に仕上げなくちゃいけないじゃないですか、うん、ようついてったな、ほんまに。いや、頑張ってます。うなぎさんに毎回、きょん、お前はこっちやで、
こっちやでってずっと言われるんですけど、いや、ま、もうちょっと待ってくださいまだここに入れる。毎回言って、でも本当に頑張って仕上げて、一番そのあれよな、そのこっち寄りっていうレッドの中のこっち寄りや、ね、やっぱり今日だって最後の方に呼ばれてたもんな、なんか名前発表の時もレッドの。そうだよ、はい、ドキ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 で、あのなんかかっこいい PV やのにさ、パッてキョンが抜かれたらめっちゃしんどそうな顔俺あれめちゃくちゃおもろかった。やめてよ、 PV の顔ちゃうやんっていう、シュンピーとな本当にシュンピーさんと俺はめっちゃしんどそうな顔、ちょっとしんどそうな顔出ちゃってる、ね、あれが面白かったわ、ほんまに。あ、かっこいいなと思ったらちょっとまあ心が緩むそう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 、なんですか今の。いやすごい、かっこいいでやんなくちゃいけないんですけど、難しいです、はい、でも結構稼働してるんでしょ、レッド。そうですね、結構多くて、この間はなんか幕張メッセ、幕張メッセ行ったん。はい、令和おじさんが来たとこやろ。令和おじさんが来た、令和おじさん、そう、あの官房長官が、あの日じゃないけどね、別日でしょ、はい、別日です。何のフェスの時に。僕らはあれはね、フリマの、あ、フリマのイベントね、はい、PR区 VR みたいな、VR みたいなイベントでしょ、 BFM でしょ、 BFM だ。ちょっと絶対まずいですね、今のは。じゃあそこだけ押さえといてくれよVR、 多分 BFM って読めなかったのって今日アホやからなんか VR みたいな。すごいですよ、メンバーもゴスペラーズさん。そう、あのね、こう楽屋がこう何個かあるんですけど、まあ、広い楽屋がね、で男女あって、で なんでしょう、硬いパーテーションみたいなんで区切られてるんですよ。へぇ、だから上ちょっとだけ空いてて、そしたらこうご飯食べたら、あぁぁ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 みたいな、ずっと聞こえるんですよ。ちょっと俺ゴスペラーズめっちゃ好きやろに、ね、もう頭おかしなりそうになって、そのあう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 みたいな、え、これなんやと思って、ほんなら多分ゴスペラーズさんちゃうみたいな、独特のアップというか。そうなんです、で全員がアップするから、もうマジか、最悪や俺。ほんまにゴスペラーズさんでした。本物やった。めちゃくちゃかっこよかったですね、挨拶もさせてもらって、愛してるって最近言わなくなったのは、ほんと歌好きなだけですねパッチャー、歌はハートだからね。歌はハートですよ。歌はハートだから。歌はハートだから。そうそうそう、あの歌も歌ってました、一人も。歌ってた。歌ってもめっちゃええやん。歌ってた。もうめっちゃかっこよかったです。これでも稼働してる。いや、俺らどうなん、もう首切られるんじゃん。まだ助けてやん。いや、絶対大丈夫です。俺らが首切られるってなったら、もうちょっとキョンとヒナとかさ、ちょっと手差し伸べてや。もちろんです。てか、絶対私作戦があると思うんです。ないって。いや、絶対ある。次の稼働、8月やで、ほんま。あ、マジですか。8月の握手会までもうあれへんから、次の稼働。あれはあの12日のやつは、あ、それで行くわ俺。あ、行けるわ、ね、あの、はい、あの握手会みたいなやつは。そうですね、とんぼりカフェね。はい、そう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 、そっからもう8月まではだってすごいレッド参加するから、営業行ったり、まあまあ、西宮ガーデン踊るしね、はい、明日行きますね。ありがたいですけどね、クオリティでパッと持ちネタであるっていうのは、はい、それは呼ばれる。だって俺らパッとじゃ踊ったってなったらもう不安で不安でだからあれですよね、その、うん、スイートモンスターも練習量もっとみんなスケジュール合わせやって、そう、うん、やりたい、完璧な状態。忙しい人多すぎます。ちょっとレギュラー持ってる人多すぎます。はい、それもある。関西の人もね、そうなんですよ。やめてよ、あの大きな国際映画祭のメインステージでリハの時に客席回ってえらい笑うのもう最高だ。めちゃめちゃ笑ってたやん、みんな。俺恥ずかしかったわ。いや、大好きなんですよ、キョンがもうめっちゃ好きやから。大好きで、俺スイートモンスター一番好きっすわ。あの、今夜抱いてみるかい、今夜抱いてみるかい、みんなで更新してるので、更新で、あれ、更新して、それぞれがこうね、更新してこうぶつかり合わないという、はいはいはい、はい、すごいっていう演出なんですけど、ね、ぶつかりまくってたからぶつかったら意味ないよ、ね、それも良さ、面白くて。いや、ほんまに、まあだからその活動を埋めるのがリーゴですよ。そうです、はい、リーゴで埋めていただいて。そうなんですよ、これね、はい、だからちょっと皆さんにもリーゴの曲聴いていただきたい。聴いてもらいましょう、この人もね。じゃあここで1曲ちょっと聴いていただきたいと思います。お願いします、はい、リーゴで、はい、マックス倒すおっさん。よっしゃ、
ました。リーゴでマックスとソースさんでした。ちょっと喋りすぎたもんですから。大丈夫ですよ。ヘローね、外国人の皆様も。フェイマスコメディアン。あー、イエー。ウー。ジャパニーズフェイマスコメディアン。ウー。インターナショナルやな。そうなんですよ。オリンピック近いしな。はい。そうですよ。渋谷でラジオ。See you。すぐ帰るんかい。すぐ帰った。ちょっと、ね、あと30分ぐらいですから。ね、ありがとうございます。さあということでここでね、ちょっと、はい、ゲストと一緒にコーナーをやりたいなと思いましたよ。はい。ということでこちらのコーナー用意いたしました。よろしくどうぞ。題してひなきょん vs リーゴ絵心対決。よっしゃー。拍手。はい、岩橋さんといえば絵が上手ということで、いやいやいや、恐ろしい恐ろしい恐ろしいかい、恐ろしい恐ろしい、個性的かつ芸術的な絵を描く岩橋さんですが、今回は日向ときょんの2人と絵心対決を行っていただきます。やろうぜ、はい、もし私ときょんの2人が勝利できれば岩橋さんからプレゼントがありますということです。マジっすか。よっしゃ、あげるよ、もちろんプレゼントは、普通ね、はい、長く生きてるからね。うわ、嬉しい。それはもう、それは本当に勝ちたい。はい、それはもう、用意してますよ。はい。さあ、ということで、ちなみにですね、はい、本日のお題は、意外と思い出せない、ガリガリ君でございます。ガリガリガリクソンってこと？あ、違います、違います。多分、はい、ど、ガリガリガリ、今か昔どっちですか。しかも、だいぶ痩せましたからね。今痩せましたもんね、ガリガリ、はい、ガリガリクソン、あ、間違えた、ガリガリ君やからガリガリ君、ガリガリ君です。美味しいあのキャラクターでしょ。はい、こちらを1分間のうちに書いてもらいましょうかね。1分間、はい、では、大丈夫ですか。ちょっと待って、俺多分書けるぞ、これ多分。いきます、よーい、スタート。自由時間なんで、ガリガリ、いや、ガリガリ君なんてもう、ほんとみんな食べましたよね。めちゃくちゃ食べたよ、ほんまに大好きやったもん。ガリガリ君、今でも食べるし、ガリガリ君って。うわ、ちょっと待って、むずいな。え、こんな感じじゃなかったっけな。こんな感じだと思うわ。もっと激が立っちゃった気するな。なんか、めーぐっかった気がする。なあ、4ってなった。うん、こんな感じか、こんな感じか。え、で、これで判定はお客さん判定ですか。そうです、今見に来てくださってるお客さんに判定してもらいます。もうあれちゃうの、もうやめてな、もうレッドのお客さんに何書いても負けるみたいな。それはもうじゃあ判定しっかりしてみな。まあね、うわ、私ちょっとうまいかも。え、ちょっと、え、ひなですごいね。え、こんな感じなんだっけ。でもね、私も今日も実は絵うまいんですよ。すごいやん、ちょっとなんか、え、確かこんな、え、俺もう描き終わってもうた、何やろ、こんな終了です。すごいやん。え、こんな感じなかった。え、ほんまにすごいねんけど。はい、いけましたでしょうか。ほんまにすごいねん、え、ほんまにすごいねん、ちょっと違うから。本当ですか。じゃあ一人ずついきますか。はい、お客さんもいきますか。はい、僕からいきます。お客さんとカメラにお願いします。あ、こちら、じゃん、え、うまっ、え、うまっ、こっち、うわ、カメラに見せてください。え、ほんまにうまいやんか。え、めっちゃうまいやん。こんな感じなかったっけ。いや、そんな感じだったと思うわ。いや、そんな感じやで。はい、ちょっと私もいいですか。ちょっと日向、お願いします。私、こちらです。おー、うまい。ガリガリ君の弟的な感じやな。はい、ですか。今日の方がうまいかも。ゴリゴリ君、なんかこんな手、なんかちょっと、そうで、口がなんかこうボコって出てるみたいな。はい、はい、リーゴさん、ちょっとリーゴさん、まあね、古典とかやってますから。はい、はい、確かにね。いやねえ、めちゃくちゃ怖いんだけど。そうだ、ちょっと待って、これもう、わからそう思って棒とかにガリガリって、やば、ずる。いや、ちょっと待って、変わってないわ、小学校の時から俺の絵。うわぁ、いや、でも、分かれへんで、こればっかりは。じゃあ、で、正解は今はもう見ちゃいますか。じゃあ、で、はい、正解に近い人がね、勝利的な感じですけど。マジで、ちょっとお願いしますよ。正解は、こちらでございます。あぁ、ほら、え、ほんまにコーンと日向の足して2で割った感じがベストじゃないですか。ほんまや、ほら、あれ、これだよ、これね。これは、ひなきょんかリーゴか、どちらか、ちょっとじゃあ
ひなきょんが勝ったよっていう人は手挙げていただいていいですか。すいません、はい、正直でいいです。ひなきょんが勝ってるな。お、ありがとうございます。全員ということで。いや、俺にはまだ見えてへん人が見えてる。いやいやいや、一応聞きますか。リーゴが勝ってるよという方。あーれー、さあ、ということでひなきょんの勝利。間違えた俺、これ成長期の乳首コリ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 やったわ。そんなんないねん。コリコリくんか。コリコリくんやった。なんで知ってんねん。ガリガリくんか。ガリガリくんですよ。これ成長痛のキャラクター、コリコリくんなんかね。何成長痛のキャラクター、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。こっちの方がいいよ俺。ミスった。はい、さあ、よっしゃ、プレゼントでしょ。そうなんです、プレゼントをもらえるということですから。はい、じゃあね、はい、やっぱりこれからね、僕らの仕事、商売ってやっぱね、商売でこの仕事ってこう人前に出ることが多いじゃないですか。そうですね。なんかこう一発やってくれみたいなのあるじゃないですか。はい、で、いやいや、ちょっとできないですって言うとまた空気が悪くなって、確かに確かに確かに、はい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 、勝ててなかなかやってもまたね、あれなんで、パッとやって切り抜けるというのが一番なんで、うん、ちょっと誰でもできるモノマネっていうのをね、ちょっと教えますので。モノマネといえば金光くんっていう噂もありますけど、いやそう、僕もモノマネうまいんで、はい、いいですか、じゃあ教えますね、はい、教えますね、はい、じゃあ、建築現場から絶対聞こえてくる音っていうモノマネね。建築現場から絶対に聞こえてくる音のモノマネいきますね。なるほど、これプレゼントしますから、いきますよ。あれ、こういう建築工事してる、この人。あ、危ない、危なくない、なんかその後なんやねん。危ない、危なんか危ないって。この時の顔がガリガリ君です。いや、そうけど似てるけど、あ、ガリガリ君似てますね。今さん、ガリガリ君似てる。似てるよ、下が膨らんで。どうやったらいいんですか。え、鼻を思いっきり吸うの。あ、タメちゃん、ヒラタちょっとやってたで、楽屋で。上手だった。豚みたいな鼻、豚鼻みたいな。あー、かわいい。え、めっちゃかわいい。ヒラタ、あー、そんな感じ。あー、かわいい。かわいいってないの。前はそんな、そこが、今めっちゃかわいい。最近グッとかわいい。異性として見ても。きっしょいな。怖い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 の女芸人。高山さん、すいません。異性として見てもらう。お父さんに謝らんでいいね。今日もなんかやってよ、ちょっと。え？やばいよ。いや、病院やから。病院、病院じゃないんだ。え、その継続ができないっすよ。いや、なんかこう鼻がふ、よく見て、これ鼻が震えてるじゃん。わー、すごい、すげえわ。で、謎の現象があってな、これをやると電光掲示板とかがブロって震えんねやんか。で、これで例えばスロットとかで目押しできへん時にってやると止まって見えんねん。これすごい。ほんと？なんかね、これで見たらね、電光掲示板系がもうブワーって乱れるんだよ。すごいわ、見せてあげたかった。これからもそのチャンスあるよ。見せてあげたかったわ。見せてあげたかったじゃないよ。お願いしますよ、ほんとに。これをいただけるってことですか。じゃあやってください、チャレンジしてください。練習したら絶対できるようになります。ちょっと練習しときます。これですか。ありがとうございます。おかしいな、これは。プレゼントフォーリーもらっちゃったんだけど。それが結構できるようになったらね。そう、何かとすぐですよ、これめちゃくちゃ便利やから。なんかやってたら、何それ、工事現場の音ですっていう。確かに。 そんなでも器用にできないですからね。あ、ほだ、プラスマイナスは両方とも器用。いや、ほんとそうですよ。あ、そっか、じゃあ誰でもこれできへんもんな。ちょっと、じゃあそうですよ、今日もギャグやるから、俺もじゃあ岩橋のギャグをプレゼントする。あ、それでいこう。いいやん、嬉しいよ。そらへんかもしれないけどね。はい、でお客さんももし真似できたらね。はい、はい、明日から煩悩の鐘を鳴らします。カルロスゴー。ちょっと待ってグッとしすぎて、もう何がなんだか分かんなかったですか。ごめんなさい。グッとしすぎて、何がなんだか今までなんで手握る。これはもうね、なんで手握るの。なんで手合わせですか。NSC の時からずっと怒られてた。早すぎるって。早いのよ。ついてこられへんから、もう叫んでるだけ。え、なんて言えばいいんですか。煩悩の鐘を鳴らします。カルロスゴーン。今日やってみて、これ煩悩を鳴らします。カルロスゴーン。そうですね、グッとした方がいいですね、やっぱね。はい、お願いします。はい、煩悩の鐘を鳴らします。カルロスゴーン。ちょっと全然分からへんかった。いや、そうなのよ。俺こんなんなん。そうですよ。そうですよ。俺よりもひどいことやってたから今。ちょっと突然やってんから気ぃつける。はい、ダメです、ダメです。ちょっと全然分からへんかったわ。何言って叫んではるわって感じだった。いや、そうですよ。ガーッしか聞こえない。楽しい、ほんと。楽しいだけやな。はい、いや、岩橋さんもだからね、こうベッドとかでね、たまに集まったりするんですけどね、はい、そこ
癖が気になってペロって、ね、そこにだから岩橋さんとかたまにね、この間のご飯食べた時とかもね、うん、私らの席近かったじゃないですか。うん、近かった。だからめっちゃ楽しかったんですよ、やっぱめちゃくちゃおもろかったわ。もうチーム全体のムードメーカーみたいな。なんか打ち上げめっちゃ楽しかったな。楽しかった。そこ二人がもうさ、仲良すぎてさ、ほんまにめちゃくちゃおもろかった。いやーね、もうずーっと仕事とかの打ち上げがあったんですよ、はい、そう、沖縄国際映画祭ね。その時のね、もうめちゃくちゃ笑ったわ、ほんまに。もう池田がね、酔っ払って大暴れしたんですよ、レインボーの池田がもう、ね、大暴れでしたね。めちゃくちゃおもろかった。あと、シュンピーがなんか社員に振られて、吉本の社員に振られて、なんかやって、はい、それがおもろ、あんま思わないのか、ずっと仲良く立ってられたから、社員に。いやね、あの社員さんがね、シュンピーにね、が突っ込んでくれるから、もう調子乗っちゃうよ、あいつな、面白いわ、でも。でも、あの時になんか、あ、やっぱ、そのレッドとか選抜とかあるけど、はい、なんか吉本坂やなって思った、俺、あの時。いや、そうですよ。いや、そうですね。一個やなって思ったんよ。はい、なんか、グループ分かれてるのも、ちょっと寂しい感じしますよね。わかるわかる。だから、だって、他のユニットの曲も歌いたいやん。歌いたいです。袖でなんか歌ってると、袖で日向とかもうしょっちゅう歌って踊ってるやんか、はい、他のユニットの曲も、はいはいはい、歌ってます。あれはもうね、グループ愛ですよ。いや本当に箱愛ですよ。だからあのなんか、ま、あの選抜とかよく、うん、まあ、結果のトレンディー斎藤さんとか、はいはいはい、ココリコ遠藤さんとかも忙しい方だから、うん、結構抜けて、レッドの町明さんとか、うん、あそうね、そうね。俺はポップモンスター誰か抜けるとき俺代理で行きたいですもん。わあ、本当に確かにめっちゃええやん。え、まだ選抜の穴埋め行ってないの？穴埋め僕は多分回ってこないです。穴埋め私は行きました。多分結構行ったよな。私2回行きました。よしこテレビで見たもん俺。 FNS と紅白歌合戦の事前番組と行きました。長いな。長いな。すごいな。はい、行きました。日向さんは万能ですから。一人いてもいいっていう最強のポジション。喋れる、踊れる、おしゃれ、可愛い、嬉しい。なんでこんな魅力的な感じになったん、ね、足臭いとかそういうのじゃないと。いや、ほんまに足は大丈夫だと思うんですけど、顔もめっちゃ可愛い。ジャッキーチェンみたいでめっちゃ可愛い。あんまジャッキーチェン似てるけど似てるけどって言ってめちゃめちゃ可愛いや。俺も大好きな顔、大好きな顔。大好きな顔。何みたいですか、何みたいですか。ジャッキーチェン嬉しないねん。めちゃめちゃ可愛い。俺もうめちゃくちゃ好きで。ありがとうございます。なんか急激に可愛くなってるね。可愛いなった。でもね、おしゃれ覚えたからやと思います。いやいいな。お化粧とか、あと髪型どうしたらいいとか。なるほどね。少年っぽかったじゃないですか、子供の。確かに確かに、ボーイッシュだったけど、ね、はい、それでですね。けどこう吉本坂とかで人前に立つ機会も増えてね、はい、ちょっとこう見られる機会も増えて、ちょっとそういうのもあるんじゃないですか。美しくないといけないとか、ちょっと意識があるかもしれないですね。やっぱ見られると女性って綺麗になるんすか。そうね。何やねん。ジャッキーチェーン言うてるくせに。今の開始もね、ジャッキーチェーンみたいな。どこだよ。見たことないんか、ジャッキーチェーン。そうね。そうねって。今の回数もジャッキーチェーンみたいに可愛かった。もう時間持ちますから、ね、いやほんまに。リーゴのこと全然喋ってくれへんやんか。リーゴのこと。リーゴどうなんですか。リーゴどうですか。今もう4曲出てるんですから、今。はい、もうね。マックスタオソさんとぽい歌っていうのと、はい、でぽい歌っていうのは僕エグザイル好きすぎてエグザイルっぽい歌を作って、はい、エグザイルっぽい歌ってタイトルにしようと思ったらその LDH さんの方が無理です。そりゃそうやな。でぽい歌になって、で暴れ風呂っていう僕がお風呂入る時のね、はい、演歌、はい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 、でぽい歌2、これもエグザイルっぽい、エグザイルっぽい歌2で、この後にはホットケーキソングが6月26日と行列物語が7月24日控えてますやん。次もそう。ほんで次ぽい歌3がまた出るし、めちゃくちゃ次のシリーズどんどんもう8曲ぐらい出た。もう吉本坂超えてきてますやん。あんま出さないって。あんまソロで、あんまこの短期間で曲出さない。出しすぎやろ。アーティストも芸人もで、ね、謎のおもろ、謎のアルバム作れるやん。もう乱発してますけども、すげえ。もうとりあえず数打ってみたいな。今さ、いやいやいや、もう、いやもう素晴らしい。後から知った人も聞いてくれるから。確かに。6月26日ホットケーキソング。そうで、7月24日行列物語が出ますので、皆さんよかったら聞いてください。よろしくお願いいたします。皆さん広めてください。ありがとうございます。さあ、楽しい時間もあっという間でございますが、はい、次回のゲストはまだ決まっておりませんが、17… 次回のゲストも俺、俺、あ、岩橋ファンの岩橋みたいな人がいた。珍しい、岩橋さんみたいな人が。ドッペルゲンガー。弟さん。弟じゃないです。そっくりなね、僕のお客さん。次回も来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。次回放送は17日ゲスト未定です、はい、そして私もちゃんと来れますので、ありがとうございます。さあ、それでは最後
せっかくですからね、はい、こちらの曲でお別れしたいと思います。いいんですか。はい、岩瀬さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。聞いてください、聞いてください。リーゴで暴れ風呂、出たよいしょ。嫌な